後ギュッとのミュージックビデオ撮影です。来ました。いやもうね、久しぶりの学校というか、我々はそうですね。もう本当に卒業しますから懐かしく感じますね、この景色を見ると。僕らだって学校でのミュージックビデオ撮影、原因は自分にやるとしては初だし、本当に懐かしい感じで、はい、ちょっとね、そこら辺も取り戻しつつ、取り戻すって何取り戻すその時の感覚をね、その時の感覚をね、学校の感覚というか、そうだね、そこも掴んで、はい、ちょっとね、頑張りたいなと思います。思います。まだね、撮影まだしてないですけど、もう本当に今からあとちょっとで始まりますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。いやー楽しかったね。疲れたね。おお、カッソいいよ。まずは絶対そこで、じゃあ俺行こうか。じゃあ俺行こうか。OK。はい。その後、こういうの、こういうの。で、こう、こう、カラフルになって、そのときにこっちあたりで誰かっていう、そのちょっとじゃありょうざ行こう。俺こうやってるから、りょうざも走ってきて、だ俺に今日の朝食何か聞いて、行って、今日の朝食だって、タカとかまずさ、行こうで、俺は合流してきて、きつい、なんだ、何食べる、で、俺が、やっぱ、すげー、そうだよ、食べました。行けます。やってみようか。もう一度テストです。お願いします。スタート。いや今日の社会の授業マジだるかった。いやー本当にチームカレーだね。おー、ファースト。俺だけ一人ね。はい、じゃあ本番いきます。スタチチが車の前ぶらで、はい、はい、じゃあ OK です。よーマイケ、お願いします。よーい、スタート。いや今日の社会超だるかったー。ほんとやったー。あ、そうはない。おい、カスト。カスト、なんでよ。何ずっと通ってということで、本日は放課後ギュッとの MV 撮影です。いや、放課後感ありますね。放課後感ある衣装ですね。さあ、今ね、ちょうどワンカット目が終わったということで、なんとですね、ワンカット目、ワンカットで OK ということで、さすが今回、フィルムカメラを使ったやつなので、なんかこうね、一発入魂じゃないですけど、
一発一発大切にしていかないといけないんですけど、何回も取れませんからね、すいませんよって言ったら、とんでもない失態をおかしいやつがいます。ちょっと教えてください、ぐらしく。ちょっと寄ってください、ぜひ寄ってください。まあ一応皆さんこれお芝居になってじゃないですか。純くんお芝居してました、高坂お芝居してました、高ともちろんいいよ、よかったよ。マサヤ俺最高でした、最高でした。俺ももちろんしてました。俺がですね、皆さんにね、おい何やってんだよって言ったんですよ。隣でかすかに、普通役だったらセリフをもう一回、インコみたいに言うことないじゃないですか。隣で、おい何やってんだよって思って考えられますよ。かつ気になった、インコじゃなくてオウムだわ。しっかりやりました。さあ、ということでね、本日もこのような雰囲気で放課後ギュッとの MV 撮影頑張っていきたいと思いますけども、はいはい、頑張っていきましょう。そうですね、まだ始まったばっかなんでね、ここから、うん、はい、確かにインコではねえな。今日一日頑張りましょう。じゃあみんな、フォアで。はい、変わってる。さあ、ケンケンケンチーム。うわー、ケンケンチーム。何やってんだよ、カスカ。ケンチーム。旅したな。体育館でかいっすね。こんなでっかい体育館なかったな、学校に。しかもここ。ロケーション良すぎて、そこも海なんですよ。めっちゃ開けてる。なんか誰かアフレコでいるでしょ。ん？なんか口パクで合わせてるでしょ。そう、うん、今日の声俺じゃないんだよ。違う人の声だよそれ。誰だよ、誰だよ。何金次郎です。ちょっと分かるかもしれない。そっか、そっかにも。何いたわ。休み時間いたわ。あと2分で泣くよこの子。ちょっと最近花粉症やばくないですか。花粉症で鼻かみすぎて鼻が荒れてるんですけども、気にせず放課後ギュッと頑張っちゃうぞ。今日はね、本当に楽しい撮影です。もうね、大体一発 OK です。大体っていうか、もう今のところ全部一発 OK で、今学校のシーンが終わったというところで、あとはカツとのワンシーンだけなんで、ちょっと MV を楽しみにしていただいて、結構ね、エモーショナルな感じになってると思いますので、楽しみにしていてください。で、僕はまだまだ写真を撮っていきます。動画いい母上、いい母上、いい母上、1個目1個目、共鳴してたやつ。オッケー、あ、いい母上、やらせてみよう。それいらん、それいらん、それいらんから失敗してるからそれ。1個目、あ、見てる見てる、大きめ大きめ、泣けよー。大きめ大きめ大きめ、違う、それじゃなくて、泣けよー。ちょっと見てね、こっち。俺バタフライ受かってやめた。じゃあ俺は言ってた。泣きよ。一番さ大きいから。ちょっと疲れたわ。疲れました。酸欠ないそう。いや今泣くんかい。ちょっと撮ります。
ちょっと撮ります。ちょっと話しかけない方がいいかもしれない。初めての地元の人や。やばい。喧嘩始まるかもしれない。いや、待って、待って、待って。来たか。そんな面白い。ねえ、あそこ坂になってんのね。すごいね。もう下り坂。これ山の神になるよ。これ、迫ってきてるけど追いつけない。天使。え、二人でいいの？もっと。え、俺応援じゃないの？いやもう本当あそこ応援で、要とかちょっと水あげてほしい。トップ2でしょ？あそこトップ2。うん。面白い。いきます。よーい。はい。絶対フォームダメだ。あんな走り方。頑張れ。頑張れ。頑張れ。そんな走り方じゃダメだよ。水。見えない壁。まあ壁ぶつかる。これやばくない？これ、いや、廊下から飛ぶ。あれ富士山じゃない？あれじゃん。あれ雲か。高い山見つければ何でも富士山にしちゃう。ここさ覗き込んで。どんぐらい？めっちゃいい。学校のグッズがいろいろ揃っております。なんかこの黒板色のね、いいっすよね。あ、これ黒板色なの？うん、黒板色。あ、なるほどね。ちょっと教室のような。じゃじゃーん。さあ、こちら新しい新規入所なんですけど、放課後ゲットのイメージの感じなんですけどですね、制服でみんな統一されてですね、まあ、学ランのリメイクみたいな感じなんですけど、すごく可愛くてお気に入りです。僕のお気に入りポイントですね、やっぱパールのネックレスだったり、あとはインナーが僕のメンバーカラーである緑だったりグリーンだったり、そんなところですかね。はい、まだまだ MV 続きあるので頑張りたいと思います。
じゃあ、本番。はい、行きます。お願いします。ミュージックビデオ撮影です。もうね、終盤に入っておりますね。はい、どうですか今の心境は。もう終盤ですけども、はい、すごく楽しくて、学校の思い出だったり、はい、すごいの、すごく思い出せるような感じになってます。はいはい、まだ全部終わってないんだからね、全部頑張りたいと思いますね。はい、頑張りましょう。はい、レッツゴー。こんにちは、原因は自分にあるです。はい、ということで、はい、今回放課後ギュッと MV 撮影終了しました。お疲れ様です。お疲れ様でした。疲れたね。はい、いやー、ね、今回良かったですね、本当。僕は特にイメージカットの部分、うんうん、やっぱ教室のセットになってて、あれやっぱり素敵だったなと思うんですけど、皆さんいかがです？僕実際の学校に行けてよかった。校舎ね。あ、そうだね。あ、すごいよかった。ね、年長組からしたら本当に久しぶりのね、景色だったからね。本当に良かった。どう、要とかは。いやでも、このやっぱ踊ったことのないダンスをやったのもね、なかなかいいんじゃないかって。そうだね、確かに。現実にはないからね。そう、この振りを見てもらうことがめちゃくちゃ楽しみですね。確かに、確かに。どうですか、最後じゃあ、りょうさん。そうですね、いや、見どころいいですか。いいですよ。いいじゃん、見どころ。見どころは、リサビで、ジュン君が歌ってるところなんですけど、足が映ってるんですけど、その足は僕の足なので、そこが見どころでございます。はい、ことは
ありがとうございます。じゃあそこのね、見どころに注目して俺のミュージックビデオ楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。お願いします。以上、銀河ジュニアでした。バイバイ。バイバイ。帰宅。